こんにちは、ったらこんにちは。いずもです。ダイソーのセンサーライトに防犯ブザーを追加するの後編です。今回は実際に回路を組み込んでいきます。で、先週からちょっと仕様変更が入りました。回路とプログラムが変更になっているので、少しだけその説明をします。では、いつものように資料を見ていきます。先週の時点では、ブザーと LED は同時に光って発音する予定でしたが、ここは独立して制御できるようにしました。冒頭で見ていただいたように、ブザー音が終わった後も点灯が続くようにするためです。この仕様になるので回路も変更です。LED とブザーを独立で制御できるように、ここに NMOS が追加になって、マイコンからの配線も1本追加です。プログラムの方も少し変更になります。こちらはブログに上げておきますので、興味のある方はご確認ください。追加した NMOS がこれです。LED ファンの解除の時に買ったやつですね。マイコンを使った工作では本当に使い勝手がいいです。マイコンのピン設定です。ブザーと LED で出力ピンが2本になっています。仕様変更に関する説明は以上になります。それでは改造作業を始めます。箱を開けます。前に分解したまま半年ほどほったらかしになっていました。時々ぐすっとイオンが入るのは鼻の調子が悪かったせいです。まさか花粉の季節ですね。不要な部品を外していきます。禁断のハンダごて2本使い。安物でもいいから2本目は持っておくとこういう時に役立ちます。NMOSをくっつけています。いろいろ危なっかしいです。変換基板を使うのが正解でした。マイコン基板に配線を取り付けています。これも本体基板の方から配線を引っ張ってきて、マイコン基板につないだ方がはるかに楽だったと思います。先にマイコン側に配線したおかげで難易度が半端ないです。なんとか頑張ってつないでいます。基板を中に入れて熱止めしてます。とりあえず固定しちゃった方がやりやすいかと思ったのですが、これが失敗でした。こういうのって2回目にはもっと最適化されるものですが、残念ながら DIY には2回目がないことが多いです。狭くて指を火傷しそうです。今見ると火傷せずに済んだのが不思議なぐらい。動作確認してみます。暗くしないと動かないのでシャッターを閉じました。十分暗くなると回路に電源が供給されます。問題なさそう。ヘルヘルの配線をホットボンドで固めておきます。筐体大きめなので部品を詰め込むのは楽でした。蓋をねじ止めしてます。パッキンとかないので、防水性がやや不安。
ギリギリの明るさにして手を振ってみてます。プログラムした通りには動いていそうです。ここで改造前がどうだったか見てみます。こんな感じだったんですよ。実際の様子、無駄に POV 風の演出です。一応ちゃんと仕事してくれそうです。というわけで、ダイソーのソーラーセンサーライトを改造して防犯ブザーを追加しました。マイコンが入ってる時点でちょっとハードル高めでしたが、材料自体は安いし入手性も悪くはないので、腕に自信の方はぜひチャレンジしてみてください。段取りが悪かったせいで苦戦してましたが、配線もそれほど多くないので工作難易度は低めかと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。参考になったなぁと思われましたら高評価ボタンお願いします。このチャンネルはこういう電子工作を紹介していますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。で、次週はですね、もう一回ダイソー系の小ネタをやる予定です。では次回もよろしくお願いします。